그가 마치 하나의 가카 友達 できたか 寂しかないか お金はあるか このいつ帰る 見下ろせ青く細い川橋の端に作り立て恋が立つこの街をまた走り染めるいた雪が消えればお前ここで初めての春手紙が降りた
べたと巡り会えたこと偶然よそいなら奇跡はいつも近くにいる袋の具も切らず必ず横丁の角にある郵便局へ飛び込んでいくのだった。仲間もそんな彼を見てみんな貯金をしみのしみたれたやつだと君で朝からでもゆうちゃんはニコニコ笑うばかり。僕だけが知っているのだからここへ来る前にたった一度だけ悲しい過ちを犯してしまったのだ。雨の中に横断歩道の人影ブレーキが間に合わなかったからその日とても疲れてた。人殺しあったを許さないと買い物した被害者の奥さんの涙足元で彼はひたすら踊る泣きながらただ頭を床にこすりつけるだけだった。それから彼は人が変わった。何もかも忘れて働いて働いて償いきれるはずもない。走り込んできた。しゃくり上げながら彼はいつも手紙抱きしめていた。それは事件から数えてようやく七年目に初めて初めて彼宛てに届いた頼り。ありがとうあなたの優しい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ側近はやめてください。あなたの文字を見たり。
です。あなたの気持ちはわかるけど。それより僕かも、あなたご自身の人生を取り戻してあげてほしい。手紙の中にはどうでもよかった。それよりも次は消えるはずもない愛しとか返事が来たのがありがたくて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 